チャオあっちゃんです。この前みーちゃんに送ってもらった北海道の美味しいもの、六花亭のチョコマロンいただきたいと思います。パッサンよいしょ。ご飯うまかった。美味しかった。よかったよかった。はい、はい、マロンって知らないけど本来って言うな。はい、チョコマロンいただきます。なんか周りチョコで硬いねんけど、中がふわ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 っていうかスポンジ生地みたいな。こんなお菓子なかった。なかった。なか変な変なあったやん。お菓子何をもらないやったっけな。はい、なんか全体食ってこのチョコやったそれあれやんかあのエンジェルパイやんか。見てるやん。ほんま。いただきます。こんなんじゃなかった。味とかじゃないで。あ、見た目見た目あ、おいしい。ミルクかな。な、いる？ちょっとミルクを取ってきます。ん？あれやな、バターサンドの。見てるよ。なんかのバターサンドの中のあのクリームみたいな感じの味やね。おいしい。めっちゃおいしいこれ。危ない危ない。なんかね、牛乳パックがペコペコで握ったら落としそうな、ペコンって潰れて落としそうなんだ今。一個じゃんけん。うん、欲しい人いる？いる？欲しい。最初は他3分の1ずつでもいいよ。してないよ。3回3回で1個や。3回じゃん。あ、ちょっぽい。最初はグッドじゃんけんぽい。え、おえのえだ。あっち向いて、おいて、おいて、3回戦。美味しいです。光が食い下がってる。大阪じゃん。もう美味しい。大阪じゃんけん。いい味がすごい。あと、めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しかったです。ありがとうね、みーちゃん。美味しい。何の、初めて見た。六花亭はね、バターサンドしか見たことなかったから。北海道は持っててくれるかな。今度リクエストしてみようかな。これ持ってきて言って。美味しいです、ありがとうございました。さすがあれやね、一番好きっておすすめのお菓子やね。美味しい。ありがとうございました、みーちゃん。美味しくいただきました。